スマートボールはピンボールの一種でパチンコの編集である。パチンコ台は遊戯の盤面をほぼ垂直に設置するのに対してスマートボールは寝かせて設置するため横物とも呼ばれ、主としてパチンコ同様ゲーム結果によって商品を提供する風俗営業に供された。スマートボールスマートボールはバガデルやピンボールから派生したもので遡れば ビリヤードと共通の原型を持つ。球を使ってボールをゲーム盤上の穴に入れるゲームが現在のビリヤードとなっていく過程では穴の数や位置が様々に変えられたり、盤上に木製の柱が立てられるなど様々なバリエーションが作られた。1777年フランスのバガテル城で開かれた 国王類16世が出席してのパーティーでピンが立てられたビリヤードの台を傾け、球を右下に固定したゲーム版が披露された。このゲームはバガテル城の名を取りバガテルと呼ばれた。19世紀バガテルは欧米に広まった。ヨーロッパではフォーチュナとも呼ばれ、アメリカではピンボールに発展した。アメリカで独自の発展を遂げたピンボールゲームからは 台の下部に玉を打ち返すためのヒレ状の部品を設けたフリッパーピンボールやビンゴゲームの要素を取り入れたビンゴピンボールなどが派生する。日本へは昭和初期に小林農業がピンボールゲームの一種をコリントゲームの名で紹介し流行をもたらした。釘を上穴を開けた盤上に10個の鉄製の昇級を順次発射し穴に記された得点を合計して競うゲームでコリントの名は 小林農業が自社名の小林をもじった商標名とされるという説が一部にルフされている。しかしコリンティアンバガテルという故障も実際イギリスには存在しており、コリントの名が完全に小林農業のオリジナルなのかは疑問である。また、アメリカから日本に入ったピンボールゲームは独自の発展を見せてスマートボールとなった。現在、四号営業のスマートボールは 観光地や一部温泉街等で粛々と営業を続けている状況であるが2013年に入ってスマートボールの認知向上、普及を目指した NSB 日本スマートボール協会が設立されている。4号営業の店では、高価投入口に100円を投入すると、前面からボールが25個降りてくる。そのボールをピンボールの要領で発射した間の獲得を狙う。入賞に入ると、 5個から15個が払い出される。パチンコでいうスタートチャッカーに入ると数箇所、薬物が開き、そこに玉が入ると15個が払い出される。一度入った口は閉じる。以上の繰り返しで玉数を稼ぐ。ボールは盤面を覆うガラス板の上に乗るので、多すぎると盤面が見えなくなる。その場合は、パチンコと同じようにボールを箱に入れる。なお、メダルタイプや、 プライズタイプ向けもあり、プライズタイプでは、ボールの規定数が5から6級と少なく、設定されている代わりに、穴に入らずに、盤面下部まで到達したボールがアウトとならず、再打球できるタイプが多い。また、景品価格に合わせて、ボールの数を調整して難易度を変更することもできる。ほか、ゲームスピードの向上のために、ボールに、ガラス球や鉄球を用いることがある。ただし、 現在は、このようなタイプのプライズマシンの販売は、パチンコやピンボールをプライズマシンに使用してはいけないというジャンマ、青の自主規制により、できない。円日などで利用される管理型のスマートボールでは、料金を払うと店員が操作して、穴のボールを手元に落とし、16個の穴めがけて、内ラインが揃うと店員が確認して、景品を手渡す仕組みとなっている。縁日向けの機械は、 複雑な機構が必要ないこのような簡易タイプが主流となっている。ラインを揃えるタイプのものは正しくは、ラッキーボールという名称だが、スマートボールと混同されている。4号営業においては、獲得したボールは、パチンコと同様に景品と交換できる。2020年2月現在でも、大阪などの繁華街の一部や江ノ島等の観光地、 温泉街などでスマートボール専門店が残っている。和歌山市の中心市街地ブラクリテイにも専門店がある。東京にもあったが唯一残っていた専門店は2020年1月26日に閉店した。また豊橋の店舗は2018年9月に閉店した。なお、監修的にスマートボール専門店は子供の入場が黙認されるのが普通であったが、 パチンコ店への規制強化と同時に黙認されなくなった。また、現存するスマートボールはその全てがパチンコでいうところのみなしきであるが、ギャンブル性が低く、パチンコの規定上、普通機に該当するため、本来撤去すべきところを特例で継続設置している。現在のスマートボール設置店は、風営法の4号営業店舗、5号営業店舗、その他観光地向けで、 風営法に縛られない店舗が混在しており、4号営業以外の店舗ではゲームセンター扱いのため景品交換は行えない。逆に4号営業店舗は通常のパチンコと同様に景品交換が可能となっており、18歳未満の入場は厳密に禁止される。午号営業店舗にはスマートボールのみならずアレンジボールやスズメ玉、4号機以前のパチスロや 手打ち式パチンコが同時に設置されていることも多い。もちろんこの場合はゲームセンターになるので18歳未満の入場も可能となる。見分け方として店内入り口近辺に18歳未満入場不可との記載や景品の掲示があれば4号営業の店舗であると推察できるが4号営業店舗から5号営業店舗に 施設ごとく替えしている例も存在するため看板や掲示がない場合でも店内スタッフに事前確認を行うことが推奨される。2018年末時点で全国の4号営業店における設置台数は179台となる。また、縁日でも出店されることがあり、役の判定などを手動で行う簡易型の機械が用いられる。ゲームセンター扱いのスマートボール店でも 一定数の玉を得た場合は何らかの景品と交換が可能であったり、円日等の場面では景品交換が可能な場合がある。本来であればこれらは4号営業として18歳未満の遊戯は禁止されているが、射的と同様に黙認されているのが実情である。ありがとうございます。